ます。おめでとうございます。いや、始まりました。ついにこの地獄の番組がまた始まってしまいましたが、今日僕らバタバタだったね。いや本当に冗談抜きで、うん、本当5分ぐらい前まで準備してましたからね。そうなんですよ。いつもより全然余裕がないです。そんな中、倉持陽一役の浅沼慎太郎です。そんな中。マスコット役畑野渉です。うがよろしくお願いいたします。いやー、はい、梅雨でジメジメしておりますね。ジメジメしております。なんか今日は、うん、都内のどっかあの氷が降ったとかっていう。氷が知らないですか？知らない。いやニュースでねさっき見たんですよ。氷が降ったって。ニュースこのバタバタの中ニュースを見る余裕が余裕あるじゃないですか。いや打ち合わせなっけーなっつって飽きてんじゃん。いや頑張っていきましょう。頑張ってまいりましょう。このニコ生はですねテレビ東京ほかにて放送中のテレビアニメダイヤのエースを応援しているニコ生番組です。はい、よろしくお願いいたします。まあ、ただね、いろんな企画がございまして、まあまあまあ基本的にはこう罰ゲームを受けたりですね。そうですね。あとはまあちょっと忘れがちかもなと思ってるんですけど、うん、あのお弁当企画があったりとかですね、うん、グッズを紹介したりですけれどもね。そうなんですよ。今日はなんとなんと、いつもと違った感じをやってしまったのでバタバタしている。あ、そういうことですね。その準備のためにね。いつもの感じでこう進めようとしていたのが、昨日急遽、ゲストが決まるという。そんなことあるんですね。そんなことあるんですね、この番組ね。そんなことがあるんですね。なので、まあ、後半をお楽しみ、うん、後半というか、まあ、オープニング明けをお楽しみに。さっきからもう、これが気になってしょうがないんですよ。はい、今回のスイーツ、これです。ちょっと透けてますけども。ちょっと透けてる。大阪名物、食い倒れ太郎プリン。これね、僕、新大阪駅で見つけまして。帽子今日のにはいいんじゃないかと。かわいい。てってれめちゃめちゃ可愛いじゃないですか。いいでしょ。これこれプリンなんですか。これプリンなんです。中に、うん、へえ、うわ、おしゃれだな。開けてみましょうか。いただきます。今日のスイーツはこれです。うわー、はあ、はあ、なるほど。はい、なるほど。いいでしょこれ。うわ、可愛い。そしてね、めちゃめちゃ可愛い。可愛い。めちゃめちゃ可愛いじゃないですか。可愛いか。おー、おお、すごい。何これ。これちょっと表情違いますよ。しかも、あ、本当だ。いやー、どうもこんにちは。あ、そういう声なんだね。食い倒れです。なんか標準語になっちゃった。ちょっとテンパってる時の下妻さんみたいな。はい。え、あ、そんなやつテンパるかな。カラメルソースとかカラメル、うわー、すごい、カラメルクラッシュ、これを かけて食べるのね。クラッシュ初めて見るな。ちょっと開けて。さあ、かけますよ。でもこれあの、あ、スプーンもあるんだ。スプーンもない。よかった。どうしようかと思っちゃった。おうおうおう、これをか、あ、ちょっと絶対こぼれるこれ。もうこぼれることは今からわかる。これをかけて、え、これもカラメルソースも？かけるんですよ。絶対美味しいですよ。今かけたらこれさ、これすり切りいっぱい入ってるところに今大丈夫ですか。これかけて大丈夫ですよ、はい、それは。あ、なんか引きなさいって。え、なんか引いた方がいい。なんか引きなさいって、なんか保護者の方が、保護者の方が、あ、カラメルクラッシュ、ビリビリ、あ、怖い。これビューっていくタイプのやつじゃない、これ。大丈夫ですよ。大丈夫、大丈夫です。あ、なんか逆に染み込んでませんか。あああ、おお、みんなもプリン食べてる。あ、これすごいっすよ。これ表面張力みたいなのが働いて全然大丈夫です。え、ほらほら、大丈夫ですよ。俺全然出ないんだけど。なんで出ないんですか。なんでその肝心なところ不器用なんですか。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと食べて、まず、まず、いいですか、いただいて。いい、食べちゃって。いただきます。もういいや、俺ちょっと。いただきます。はい、さあ、うん、あ、どうですか。うん、サクサクになるんですね、やっぱクラッシュが一緒だから。ちょっとごめん、何クラッシュと一緒に食べると、うん、あのトロッとしてるそのシロップのところと、うん、こうサクサクしてるクラッシュが一緒に食べれるんで、こう食感が不思議です。美味しいです。うん、うまい。
なんか出た今出るよあうまい出る量が分かんないけど、ね、あうまいうまいこれこれえ東京には売ってないのかな、やっぱ食いや俺、ね、大阪名物って書いてあるだけあって、やっぱお土産でね、うん、あの買ってる人も多かったですよね、このこれはうまいわ、これあの新大阪駅で僕買ったんでね、うん、あとね見てください、うん、バーン、あら日本一の高いビル、うん、アベノハルカすげえ声張ったな、もうびっくりするぐらい張ってる、アベノハルカス、スフィアの戸松はるかちゃんの一発ギャグからお送りいたしましたえそれはるかつながりってことなの、うん、なんかやってるよ、すごいっすね、はい、おお、わわわ、アベノハルカス、ちょっと行ってみます、どれかどれ行きますか、味が全然違いますよ、違いますよ、ストロベリー食べたらもしかしたら畑野くんもアベノハルカスって言いたくなっちゃうんじゃないかな、いや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 、もう言いたくなっちゃうんじゃないかな、今隣にいてあんな恥ずかしいなんか引っ張ってたんじゃない、いやいやいや恥ずかしいじゃないですか、ちょっとそれ俺にもだし止まっちゃんにも、いや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 、もう全然あの戸松さんのことはもう全然、うん、あの浅沼さんのことだけですから、うん、それだからそれ言ってんだよ、はいどうぞ、いただきます、うん、日本一の高いビル、アベノハルカス、うん、ほらほら、ね、出ちゃうんだよすっごい美味しいですよ、サクサクで、これね、まあまあまあ、なぜこんなに大阪名物ばかり、うん、ほうほう、揃っているのかと申しますとですね、皆さんご存知の方もいらっしゃるでしょう、うん、なんと、うん、我々、うん、なまってこうぜコンビと、はい、プラスアルファ、うん、大阪くんがですね、はい、5号室トリオとして、うん、なんと大阪21日は水野大阪店さんで、はい、22日はアニメート大阪天王寺店さんで、なんと2日間連チャンでイベントを行ったのでございます、はい、来てくれた方いるかな、大きに大きにありがとうございました、めっちゃすっきゃねんはい、というわけでね、あの大阪を堪能させていただいたということで、はい、まあ、今日のスイーツはこういう感じなんですけれどもですね、美味しいです本当に、ありがとうございます、はい、じゃあ、うん、そのなんか模様をちょっとだけ、お、来られなかった方、映像がある、他の地域の方あのかにもね、あのちょっとでもお裾分けできたらなと思って、うん、映像をちょっとどうぞ、流れますか、流れるんじゃないですか、何ですか、僕らの、あ、お、お、あれ、これですよ、あ、これ本番直前の袖じゃないですか、本当だ、僕があのアニメイトさんの裏側を覗いてるのがボロバレしてよ、ちょっと恥ずかしいですいつ撮ってたんですかこれ、あのボロバレっていうことで言うとですねワイプの中の僕ら の, あの後ろの背景が真緑になってしまう本当だ、あれ部屋にいたはず、部屋にいたはずなのにこれお客さんの、お客さんの声がですね、あのちょっと緊張して、本番中ですね、本番中ですね、抜いたわけで、ここからはじゃあなんかその間やじゃないですか、その間はやでしょ、結構ね温かい雰囲気ですごかったですね、後ろの方見えますか、本当はこのぐらいの時間が決まったんですけど、それを大幅に、はい、水野大阪店さんも、うん、あの天王寺アニメートさんも、うん、あの 4回あったんですけど、計1000度オーバーしたしかも大幅にオーバーしました、大幅にオーバー、我々やっぱオーバーしちゃいますけどね、しちゃいますよね、お客さんとの距離すごい近かったですよね、そうなんですよ、表情もすもう本当にすぐ目の前にいらっしゃいましたから、あのなんか来てくださったお客さんの中で感想をツイッターでこうつぶやいてらっしゃる方がいて、私の目の前にずっと畑野さんのすねがありました、本当申し訳ありません、本当に申し訳ありません、申し訳ございませんで言うとですね、あのステージ上でこぼした水がお客さんにかかりそうになるぐらい近かったです、そうなんですよ、本当に申し訳ございません、本当申し訳ありません、ね、でも暖かかったですよね、うん、なんかこの場でアンケートじゃないですけど、お客さんに、ね、はいはいはい、聞いてみてもね、すぐ答えがこう返ってきたり、
リストバンドあの後買ったよっていう方。あ、そうそう、水野さんにね、リストバンドをつけて試合のね、申しましたね、申しましたけど、あの、なんかこの天井から下がってるこのバラの花ですね、喋ってる最中にパラーンって天井から落ちてたんですね。あの、そしたらあのカメラのピントがバラに合っちゃう。そうそうそう、やっぱり花のある方を写そうと。そう、手前ですしね。そう、バラか大坂君にピントが合う。そうやっぱ違うな。違うんですやっぱね。バラなめの我々ですから。そうそう、ですね、こちら、はい、そして奥にフリアのね顔が。あ、これから甲子園に行った時に手に入れたジェット風船をじゃんけん大会でプレゼント。そうですね、うん、せっかくなんで、ね、あの毎回聞いてるんで、今回はもうみんな一斉にどこから来たかをせーので答えてください。せーの、言ってますね。全然この方式はちなみにあの USJ の、ターミネーターのお姉さんが言う。そうなんですか。どこじゃ言い張った。え、全然聞こえへん。何、兵庫また中途半端なところ。関西弁まで完璧にこれあの USJ のターミネーター行った人は分かるんですね。お父さん、お父さん、メガネはまだって言うたやろ。ちゃんと話聞いて。あんなお姉さんなんですよ。行ったことないのに。このくだりずっと大阪君が僕お客さんですもんね。笑ってますもんね。すごい。もしかしてだけど、もしかしてだけど、大阪の街を楽しめたよ。ツイッターで募集したやつですね。ゴーゴー室の3人でエンディングを歌ったらどんな歌になりますかっていう即興を急に進められてっていうのはなかなか難しいですね。で、即興でハモってやったっていうね。久しき人気だな。うるさいよ。なんかこう賑やかなイベントでしたね。そうですね。なんか3人とは思えない、なんか大人数いたような賑やかさでしたね。そしてこれ、大阪、天王寺大阪のアニメートさんでですね、ここで写真を撮ってもいいスペースになるということで、看板にまあ、サイン、まあ、落書きに近いサインですけど、入れさせていただきまして、当日、小野由紀くんの誕生日だったんで、そうだったんですよね。全然関係ないのにハッピーバースデー小野由紀と書かせていただいたらですね、彼どっかから聞きつけてですね、伝わったんだちゃんと本人に。小野由紀くんから、新さんありがとうございます。言われました。あれ普段そういう喋り方なの？伊佐敷さんそんな喋り方なんですか？新さんありがとうございます。なんかこれ何書いていただいてね。いやいやしてんな。嬉しかったと思いますよ。こうやってね、残るものにね、しかもメッセージをね。あ、そう。埋めたいですね。なんか誕生日、なんか連ちゃん、やっぱこんだけねキャストがいると連ちゃんなんですね。あ、ねえ。今日遠藤さんもね、遠藤さんもね。春の誕生日ではないですけど、明日ハイピンポンがソロデビュー6周年。ちょっと待ってください。ハイピンポンは曲名ですよね。あ、そうまあ、曲名でもないですけど。ないですけど。曲名じゃないか。でもない。失礼いたしました。大石のマー君が。大石さんが。大石のマー君がですね。なんか最近、そう、ご自身でも。はい、自分のこと自分のことファイフィンフォンって言い始めてやばいですよ。もうそんな、ですかね、そんなことになっちゃっていいんですかね。もうこの番組が原因ちゃ原因ですからね。そうですね、申し訳ないですけどもね、うん、なので大阪に来られた方とかですね、まあ天王寺アニメーターよく利用してるよっていう方はぜひ見に行っていただければまだあるんじゃないかなと、遊びに行っていただきたいですね。はい、というわけでね、まあすごい楽しみましたね。大阪でいろいろ食べたね。美味しいものいただきましたね、はい、甲子園球場で野球も見ましたし。そうなんですよ。すごいいいとこで土曜日の、夜ですよね、うん、バックネット裏っていうんですか、はい、いやもう裏ですよ。まさになんかもうなかなか入れないですよね、うん、なかなかね、あのアングルでは見れない、ね、見れないですよね。
ほんで風船を7回に飛ばし、うん、で僕と大阪くんは食いまくり、いや本当に大阪くんと2人でどれだけ食べてました？そう、カレーは食べてましたよ、ね。カレー食べました。串焼きのお肉食べました。うん、大きいイカを食べました。唐揚げも食べてました。唐揚げも食べました。うん、それから、クラムチャウダー。クラムチャウダー食べました。フライドポテト食べました。大阪くんサイダーで僕コーラ飲みました。最後大阪くんアイス。アイス食べてないじゃん。びっくりしましたよ。そんで帰り道に、もうちょっとたこ焼き1個ぐらいしか入らないっすわって言ってた大阪くんと一緒にしらすご飯を頼んで食べるっていうね。びっくりしました。はい。食べてました。抑えはしらす先輩だっつって。抑えはしらす先輩だって。いい仕事しますからね。いい仕事しましたよ。しらす先輩はね。本当にペロリっていきました。しらす丼食ってましたね、うん、食い倒れっていうぐらいですからね。食い倒れでしたね、本当にね。食い倒れっていうぐらいですから、大阪の街は。本当にまた行きたいと思いますけれども、はい、はい、というわけで、まあこの後も続々とコーナーがございますので、うん、はい、はい、じゃあそろそろ行きましょうか。はい、まあ、というわけでですね、今夜皆さんからメール募集いたします。はい、我々へのメッセージ、そして甲子園球場とコラボする聖堂高校弁当のアイデアを送ってください、はい、メールは画面下の投稿フォームから送っていただきたいと思います。はい、それじゃあ精神寮へようこそ。なまってこうぜ第9回の表、最後までなまっていきましょう。おし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 。さあこの流れで参りましょうか、今夜のニコ生、なんとゲストさんがございます。はい、それではお入りいただきたいと思います。どうぞどうぞ。こんな絵面ある。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。じゃあちょっと自己紹介をお願いいたします。こんばんは。ポニーキャニオンの、ダイヤのエースの宣伝やってます、ポニーキャニオン伊藤と申します。よろしくお願いします。いや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 、その衣装どうしたんですか。いやいや、あのですね、まあゆっくり話しましょう。ゆっくり話していく、はい、原因がわかるかなと。はい、伊藤さんはですね、はい、先ほども、ご自身からね、はい、紹介があった通り、はい、ダイヤのエースの宣伝プロデューサーであり、この番組のプロデューサーなんですが、はい、なぜね、一昨日出演が決まったかというとですね、あ、はい、先ほど映像で見ていただいた通り、はい、イベントをやったじゃないですか。イベント、はい、実は、2日間4回にわたってお送りしたそのトークイベント、うん、僕らが出る前に司会として伊藤さんはですね、はい、最初に出てってですね、お客さんを温め、うん、僕らをそれではゲストの3人の登場ですって言って招き入れる役だったんですよ。はい、大事な、ね、役割をやっていただきましたね、はいはい、ところが、うん、全くお客さんが温まらない。いや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 じゃない、いや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 じゃないよ。普通はね、さあ皆さんやってまいりました、ダイヤのエーストークショーみたいな感じでね、うん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 、入って、こんにちは。あ、そうですね、まずお客さんにね、こんにちは、こんにちは。いやー、もうちょっと声出るでしょ、ダイヤファンなら。もう一回いきましょう。こんにちは、こんにちはみたいなことって。ドリフのイカリア長介さんが毎週毎週何年にもわたりやってきたことなんですよ。元気がないな、もう一丁行ってみよう。あ、ごめんなさいね、あの世代的にわからないイカリア長介さんは踊る大捜査線でしか見たことがないという方申し訳ございませんけれども、そういうのがあってた、うん、あっての、本編が始まりますよ。そうですね、温める係、うん、ところがですよ。この6月というのに肌寒い肌寒いで、僕らがね、相当出にくいという魔の現象が、いやー、ちょっと本当に今日、うん、お客さんいるのかなってなりましたよね、出る前。あれ、いや、なんか確かにちょっとこう狭い空間っていうのもあったので、たくさんの応募があったけれども、うん、多くの人はちょっとごめんなさいっていうのもあったっていうのは聞いてたんで、うんうん、ああごめんなさいねと思う。それにしては断りすぎじゃないのと思うぐらいの断りすぎじゃ。皆さんこんにちは。こんにちは、こんにちは。どうしようかと思って。で、しかも水野さんにおいては音楽が流れなかったんですよ。ああ、そうでしたね。はい、じゃあつ、じゃあつ、じゃじゃキャっていうのが流れないもんだから、
パラ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 っていう中3人が出ていく感じ、うん、はい、それで僕は、2日目のね、アニメイトさんの時、うん、まあちょっと伊藤さんもうちょっとこう温めて、うんうん、それで僕らがどもっていけるような感じにしてくれませんかねと言ったらですね、わかりました、わかりました、伊藤さん出てったんですよ、うん、じゃあ皆さんこんにちは、お声出てる、うん、ね、第一声から変わったんですよね、いつもよりあのトーンもちょっと上がってる、うん、と思ったらですねどんどん下がってるいや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 、すいません、でどんどん下がって、はい、すいません、下がってってですね、挙句の果てにはいや、さっきですね、あの浅沼さんたちにですねもうちょっと声を出せって怒られましてですねなんでそんなこと言うの俺ら袖でなんでそんなこと言うの挙句で僕らちょっとあれですよね、袖にスタンバイしてる時にもう声かけましたもんね、そうですね、大丈夫だで声が出てました、そりゃそうです大丈夫、元気出してお客さんビビってるビビってるビビってはダメなんですけどね、そうそうそう登場前に僕らの声がお客さんにガンガン聞こえる、聞こえてましたよねきっとね、そう、なんだったら伊藤さん結婚してるよちょっとごめんなさい、何を言ってんの本当だから架空を使ってください、風刺を聞かせてしまいました、今日一回もテストしてないけど架空使ってください、ね、伊藤さんは結婚してるよ僕らは結婚してないよ、ほっとけっていう募集中でございますけどねまあそんな感じでですねそうなんですよね、伊藤さんこれはまずいと、まずい、この先イベントもあるわけじゃないですか、そうですね、まだまだきっとね、今週末までますからね、そうですよ、はい、そうですよ、でだからまあそれに向けて特訓をしなければいけない、特訓しようということで、はい、今夜の生って講座、まずはこんな企画から参ります、宣伝プロデューサー伊藤の MC 猛特訓、野球といえば特訓みたいなとこありますよ、特訓でございますよ、千本ノックとかありますからね、はい、それであのね、ATX のプロデューサーがですね、はい、いつもこうイベントとかをね、あのいつも企画してくださるプロデューサーの方がですね、はい、じゃあ伊藤君出よう次のニコ生出ようって言ったらですね、じゃあユニフォームとか、ユニフォームなんて着なくていいよ体操着だ体操着そうあ、それで体操着なんですか、今朝地元の運動具屋で買ってきましたからね、僕が着るんですけどっつったらおばちゃんがへみたいな顔してちょっとフリしたみたいな、ちょっと胸張ってみてください、もうちょっと乳首がねカメラさんもアップしなくていいですかでね、紅白も手書きで伊藤って書いて、やっぱりこのユニフォームは選ばれし者しか着ちゃダメだということで ね、 そうですね、絶対ダメって言われましたからね、絶対ダメだって言われて、あ、本当ですか、厳しいですね、プロデューサーさんでもダメなんですね、まあ僕もペーペーなので、はい、で、厳しいでございますな、いつもあのツイッターで PC 宣伝と、はい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 、なんか皆さんもご存知の方も、はい、名前であのツイートしているのが伊藤さんなんですけども、はい、あのパソコンで宣伝をしているという意味ではないんですね、ポニーキャニオン宣伝で PC 宣伝、なるほどね、そうそう、それで僕はね、一つ今回出てもらったので、うん、いきなりですけどもちょっと謝っていただきたいことがありまして、あのですね、ダイヤのエースのツイッターって2つあるんですよ、うん、あ、そうなんですか、アニメダイヤのエース、はい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 、これは、アイコンが監督の顔になってますよね、でもう一つ、うん、原作の、あ、はいはいはい、要は週刊少年マガジンで連載している原作、はいはい、ダイヤのエースのツイッター講談社さんの方ですね、はい、それは沢村がアイコンになってるんですね、はいはい、でそっちの、沢村アイコンの方の、寺島先生じゃない方が書いている時があるんです、それは編集の K さんという方なんです、はい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 、でところがですよ、うん、今回このイベントで、うん、イベントでの低たらく、低たらく、そしたらですね、ツイッターをやっている方が、うん、K さんが伊藤さんだと思ってですね、もうちょっと頑張ってくださいみたいなのがK さんの方に、それはやばい、それ失礼なことになっちゃってる、そうなんです、ですから皆さんお間違いなく K さんは有能な編集はい、ね、
ポニーキャニオン宣伝が伊藤さん、はい、つまりポンコツ宣伝が。そんなこと言っちゃダメです。それは言い過ぎです。これからポンコツじゃなくなるわけです。僕らのトークによって、はい、そっか、ね、なので、はい、そのためのコーナーですもんね、はい、そうですよ。だからケイさんにね謝りつつ、はい、私は今から大きくなりますということで、はいはい、頑張っていきましょう、はい、そもそもねそもそも横浜球場で、はいはいはい、あのアニメダイヤのエースが始まる前に、あのイベント始球式をやったんですよ、ね、はいはいはい、あったっていうね。その時も実は伊藤さんが司会として最初に出てったんです。あ、そうなんですか。温めると。じゃあ司会経験結構豊富だったんですね。結構僕、ね、そうですね、この部署に来る前からもずっと、ね、何ドヤなの。何これっすか。結構まあドヤおかしいですよ。いや結構イベントMC やってたんですけどね。でも横浜球場ではどうだったんですか。ちょっとだけ噛んだんですよ。いや実際どうですか。実際は爆噛みです。爆噛みって初めて聞きましたよ。もう出ていく、あの花江くんも、桜井さんも、もうみんなもうことごとく笑ってました。そのくらい噛んじゃった。そうですよ。一回自分で仕切り直したんですから、そのぐらい噛んだんですよ。え、ちょっとだけ噛んだんで、あ、ちょっともう一回リセットしようかなと思って。じゃあまた噛んじゃった。また噛んじゃった。やべえな、すげえ前向きだぞ。すごいっすね。さすがですね。いやだからね、俺ねちょっと今このなんでしょう、こう失敗しても失敗しても前向きに捉えていく感じが、うん、もうちょっとねエイジュンに見えてきた。おお、だから打たれ強さね。そう、ここは声出していこうっていうね。ここはアニメダイヤのエースの裏方である、うん、エイジュンを、うん、僕ら、はい、先輩たちが先輩が特訓していこうと。なるほど、はい、思っております。まあね、はい、でもね、あの見てください、写真があります。お、まあイベントの写真があるんですけども、うん、どうぞ。はい、これがね水野さんで、はい、水野さんのトークショーですね。はい、あの聖堂の T シャツを着せていただいて、はい、続きまして、嬉しかったですね、これ名前入っててね。はい、僕の手がすごいことになってますけど、これはあのあの非常にブレている感じですけども、はい、みんなあの、まあ、ちょっと大阪が隠れてるけどリストバンドをね、あ、そうなんですよね、多分あの全国の水野さんでも扱っているんじゃないかな、うんうんうん、まあ、ちょっともし欲しいよっていう方がいたら、うん、ちょっとこう調べてみてくださいね。はい、プロ仕様のものでした。これです。これはですね、すべてのイベントが終わってみんなであの、ね、鉄人金本さんのお店に行ったじゃないですか。はいはい、行かせていただきました。美味しかったです。とてもその時に僕が隣に座って、結構厳しい顔してますよ。そう、伊藤さんちょっとね、うん、僕らも、うん、それはお客さん盛り上げますけれども、うん、やっぱり伊藤さんが最初にこう、うん、温めて うんうん、くれると僕らもスッと入りやすいです。入りやすい。やっぱ僕らもほら関西の人間がいないじゃないですか。あ、そうですね、出身でね、うん、やっぱりこう緊張すると、うん、そこをほぐしていくなどを してくださいよという話をしている最中に、うん、真面目な話してたんですね。そうなんですよ、伊藤さんは、はいはいっつってカメラを向けられた途端ピースをすると。お前の反省の色は何色だと。全然反省してないんですよ。そうなんです。そしてここで散々飲んだ挙句帰りの新幹線でどうぞ。こんなんです。ひどい。爆睡。これそうね、僕ね、実は帰りの新幹線で、はい、みんな結構ねやっぱりお疲れじゃないですか、うんうんうん、で、まあ、伊藤さんなんかもね結構お疲れモードだななんて思ってたんですけども、はい、僕たまたま起きてて、はい、ちょっとあの台本とか読んでたんです、はい、したら伊藤さん今寝てた伊藤さんの隣には、はい、僕伊藤さんです。そうなんですよ、隣にメイクさんが座ってらしたんですよね、はいはい、で完全にもう通常モードでもパーソナルエリアは完全にそうそう侵入されてる状態です、うん、もうこういう感じでもう携帯をこうもうだって新幹線の座席をこう座る人ってあんまりいないですよ、ね、だいぶ侵食されてる感じだって、はい、でやっぱ長い移動時間ですから、はいはい、まあ、トイレに行きたい時もあるじゃないですか、うん、起きてくれないわけですよ伊藤さんは。全然もういびきかいてたよっていう。僕は奥にいたんですけども、はい、どうするのかななんて思ってたんですけども、うん、もうねメイクさんそーっとそーっとこの伊藤さんを起こさないように起こす、うわーやってそんってで廊下に出てったんですよ。
そのなんかね動きがもう鮮やかすぎてうーわーもう本当素晴らしいけど伊藤と思いました、ね、そうなんです。それでも起きなかったですよ、ね、だから、お客さんを盛り上げなかったというだけじゃなかったそれだけじゃなかったんですね。そう大反省会です今回。わかりました、はい、はい。というわけでじゃあねどんなものに挑戦してもらうかどんなものにしていくのかということでね、はい、あの MC 台本があるんですよね。はい、これ実際に、イベントの時のトークショーの時にね使った台本なんですけども、うん、ごくごく、ね、はい、ごくごく普通のことが書いてあります、うん、まあ見せちゃっていいですよね、うん、こんにちは、テレビアニメダイアナエースの宣伝担当をしておりますポニーキャニオンの伊藤です。ここ別書かなくていいでしょまあいいけど、本日は MC を務めさせていただきますって言ってですね、こう初注意が書いてあるんです。録音録画撮影は、ご遠慮くださいとか、うん、まあ前後左右の方とは仲良く譲り合ってご覧ください。そうなんですよ、結構こう皆さんギュッとなってね、うん、立ちっぱなしの方がいらっしゃったのでね、こうちょっと足が痛かったりとか、座ってたらお尻痛くなっちゃったり、ね、した方もいらっしゃるんじゃないか、本当ごめんなさい、ね、まあ譲り合って背の低い方もいらっしゃいましたしね、うん、でイベント進行に関してはスタッフの指示にご協力くださいみたいな。でこの中で、こうこれからゲストの皆さんが来ますので、うん、拍手の練習しましょうみたいなね、うん、やってましたね。いわゆる前説と言われるとやってたんですけども、はい、これを今回もう何度も4回はやってるわけですから。そうですね、4回やってますからもうもう慣れたもんです、はい、まあ、ある程度の流れは。そうですね、はい、4回これやってるし4回ダメ出しももらってる僕ら3人のね。あ、4分の4でした。何がですか何を言ってるんだ。4回中1回はいい感じだったとか。それでですねするこれを実際に皆さんにもそのイベントにいらしてない方にも見ていただいて、うん、なるほど、ちょっと僕らもアドバイスできるところはしようと、うん、そうですね。それでちょっとこう趣向を凝らしておりまして、今回お客さんが何だったらっていう感じのね選んでもらいます。いつも同じお客さんってことはありえないですもんね。そうですね、やっぱりね、どんなお客様がいるかっていうのによってやっぱりそういう前説の仕方とかそういうのも変わってくるんじゃないかというですね、はい、じゃあどうしましょうか。どうしましょう。まずはそうですね、うん、子供。あ、なるほどね。ああ、こ、な、なんすかそれ。ああ、得意ですか。一応教職免許持ってますので。おお。あ、それは得意だ。教職免許持って紅白帽かぶってる。まあまあまあ。まあそうですね。じゃあそうですね。大体、はい、少年野球をやろうかなっていうぐらいの、はい、お子さんとか、まあ大体ね、6歳、7歳ぐらいの、はい。6歳、7歳ぐらいですね。の、はい、お子様が、トークショーに来ましたという点で、うん、はい、はい、で僕ら子供としてお客さんとしてここにね、はい、リアクションを皆さん今日はスタッフさん声も出してください。はーいこんにちはって言ったらこんにちは、このスタジオにいる人みんなお客さんってことですね。はい、はい、もしよろしければパソコンの前のルームメイトもみんなで声出してみましょう。はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあここに僕らタイプがあるんです。ここにね、はい、これ入りますか。ちょっと待ってください、今気づいたんですけども、なんで自分のだけ太い字になってる。本当だ、違う、おかしいでしょ。急いで作っちゃったんですよ本当。ちょっとなんかデザイン入っちゃう自分ここ書いてあるからいいですよ。まあまあいいっすよ、まあいいっすよ。すいません、はい、はい、じゃあ、はい、よろしいですか。じゃあどうぞ。はい、どうもこんにちは。こんにちは。あれ寝起きかなもう一回言ってみようか。こんにちは。こんにちは。そっかそっかワールドカップあったもんね。何の話だよ。なかなかね、お父さんお母さんいるから寝てないかもしれないけれども、じゃあちょっとこれからイベントだからね。はい、浅沼くん平気かな、はい、あ、なんで名前知ってるんだ。なんで知ってんですか。いや、小学生は名札があるかな。今は物騒だからつけないんですよ。はーい、はい、それではこんにちは。こんにちは。テレビアニメダイヤのエース、野球のアニメですね、
皆さん見てますか？野球って何？野球はね、9人でやるスポーツなんだよ。9人？うん。の、宣伝の担当してます。はい。宣伝って何？宣伝ってね。うん。CM だったり、Twitter だったり、うん、ホームページを更新してます。うん。本日は、はい、司会を務めさせていただきます。よろしくお願いします。誰伊藤です。伊藤頑張れありがとうございます。本日はダイヤのエーストークショーアニメート天神展あ天童寺展伊藤何もう一回いいよ。本日はダイヤのエーストークショーアニメート天王寺展へお越しいただきましてありがとうございます。なんでもねーよー皆さんにご協力いただきたいことがあります。いいですか？はーい。返事がいいね。今日のイベントは録音録画撮影は禁止です。なんでいろいろあってねはい。まあ。で今日は多くのお友達がいるので、はい、右の子、左の子、後ろの子、前の子と、うんうん当たらないように当たってもごめんねって言えるような仲にしましょうね。はーい。でイベント進行に関しては周りの大人の言うことを聞いてくださいね。はーい。それでは、この後歌のお兄さん3人が来ますのでよろしいですか？はーい。歌のお兄さん変わっちゃった。イベント変わっちゃったじゃないですか。最終的にいやその方が分かりやすいかな。なるほど、ね、面白かった。もう、はい、すいません。はあ、まあ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 でもねまあいいですよ。いやすごかったですね。ただちょいちょい難しい言葉が入ってあとねいろいろあるんだよ確かにね。あれ本当すごかったですね。破壊力すごかったですね。確かにいろいろありますよね、はい、確かにいろいろありますから ね、はい、ただ僕がちょっと気になったのは会場のここにいる子だけに向けてはやっぱダメなんですよ。ああそうですね。会場はもう遠くいるんで、うん向こうでもこう何人もいるので、うんうんうん、そっちにも目をこう見せる。そうですね。なのでちょっとじゃあ僕がやってみます。おすごい、はい、いやそれはね伊藤さんにやらせるだけではあれすごいですね。じゃあ伊藤さんここから、はい、お兄さんを見てちょっと勉強しましょう。はい、はい、いきます。はいお願いいたします。はいみんなこんにちは。こんにちは。あれどうしたのかな。元気ないな。みんなご飯食べてきた？食べた。じゃあもうちょっと大きい声出るはずだよね。こんにちは。こんにちは。はいみんな元気なお返事できました。はい、テレビアニメダイヤのエースの宣伝を担当しています、ポニーキャニオンの浅沼です。浅沼お兄さんって呼んでね。はーい。はーい。浅沼お兄さん。お兄さん。伊藤ちょっと遅れてるのかな。いいよ渡るくんいいよ。渡るくんいいよ。やったー。はい、今日はですね、ダイヤのエーストークショーアニメート天王寺展へようこそいらっしゃいました。パチ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 。はい。これからね、歌のお兄さんが3人出てくるんだけれど、その前にお兄さんと3つお約束をしてください。みんなお約束できるよっていう人、はーい。はーい。はーい。じゃあお約束しっかり聞いてね。1つ目、録音、録画、撮影はやっちゃダメ。いい？はーい。やっちゃダメだよ。一緒に言おうか。やっちゃダメー。オッケー。二つ目、多くのお友達がいっぱいいるよね。みんな振り返ってごらん。ほらいっぱいいるよね。だから前と後ろそれから
左と右のお友達に当たったりしちゃうかもしれないけど、そうしないようになるべくちょっとずつ詰めて、ちょっとずつ詰めて、でお荷物とかはね、お友達に当たんないところに置いたりとかして、みんなで仲良く歌のお兄さんを応援しようね。はい、応援できるよって、守れるよっていうお友達。はーい、はーい、はーい、よくできました。最後、これから歌のお兄さんが来て歌わずにトークをするんだけど歌わないその際にはね、大人たち、いろんな大人たちいるね、なんかね、お金の匂いがしそうな大人たちもいるけれどもその、大人たち、それからお兄さんたちの言うことをちゃんと聞いてお行儀よく見れるっていうお友達。はーい、はーい、はーい、よくできました。そしたらこれから歌のお兄さん3人が出てくるので拍手の練習してみましょう。出てきました、拍手はーい、もっと大きい拍手できるはずだよね。出てきました、拍手はい、よくできました。じゃあこれから歌のお兄さん3人を呼んでみたいと思います。信長大阪花江フランボナイン、はい、ということなんですけども、こんな感じでどうでしょうか。素晴らしかったですね。素晴らしいですね。伊藤さんどうですか、今見てみて。さすがですねちょっと上から目線のところがありますよね。まあ子供なんでね。あ、そうですね。ゆっくり言ってあげる、うん、そうですね、っていうのと、あと手を挙げる、一つずつね、そう、手を挙げさせるっていうことで、こうちょっとこう参加してるんだよっていう、うんうんうん、で、あの子供たちって面白いもんで、一人だけ手を挙げないっていうのは嫌なんですよね。みんなが挙げたら挙げちゃうんです。で、挙げた以上守らなきゃって思うので、はあ、なるほど。 そこを利用してですね、何度も手を挙げさせる、何度もはーいと言わせる。俺番組生放送中に伊藤さん、へえ、なるほどな簡単なため息をずっとついてました、うんうん、だからいずれねポニーキャニオンさんでもね、ガチで勉強になってるパターン、キッズアニメのイベントとかあるかもしれないですから。そうですね、それでまあね、参考になればと思いまして、ね、はい、という感じなんですけど、素晴らしいですね。続きまして、めちゃめちゃ勉強になってるんじゃないですか。いや、今すごい勉強ですね。あ、本当ですこれだから今のを踏まえて、うん、伊藤さんにやってもらえますか。あ、なるほど、うん、今のを踏まえて、時間も時間ですし、なるほど、なるほど、この感じでいくともうこのコーナーで終わっちゃいますね。そうですね、そうですね。じゃあ時間も時間ですね、子供ではなく、はい、今度は相手がちゃんと、はい、ダイヤのエースのファン、そうです、応援してくださっている、はい、10代から20代、それからもしかしたら30代、30代、いろんな方の、ね、もしかしたらお子さん連れて、ね、お父さんお母さん来てるかもしれません、はい、女性にします。ほうほうほう、やっぱりじゃあ女性が来てくださったイベント、はい、ということ、はい、ということで、そうですね、お、もうちょっと、いや、もう4回やってますから。おお、めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。頼りがいがある今男の顔しましたよ、はい、盛り上げてくださいよ。はい、歌のお兄さんが出やすいようにしてください。はいはい、ちょっと女性風にね。あ、女性、女性、伊藤さんは女性風何の話を聞いてる。なんでよ、伊藤さんが女性風になったんですはい、どうぞ。いきます。はい、こんにちはこんにちは。はい、テレビアニメダイヤのエッセンで担当のポニーキャニオンの伊藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は MC をさせていただきます。もう一回いいですか？ちょっと待ってくださいよ。明らかにこんにちはもよろしくお願いしますも元気なかったじゃないですか。ああ、そのまま続けるから僕ら出にくくなっちゃう。そう。だから、温めていただきたいです。いきましょう。はい。もう一回いきます。はい、仕切り直しで、やりましょう。はい。はい、こんにちは。こんにちは。あれ？声が小さいね、みんな。一刻の。一刻のです、今。遅れてないですよね。じゃあ、もう一回いきます。こんにちは。こんにちは。テレビアニメ大好きです。出たと伊藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は MC を務めさせていただきます。結婚式のスピーチと
女の子のスカートは短い方がいいと言いますので MC やっとって。誰かを言ってくださいよ。なんで余計なこと、余計な下ネタ入れてた。ちょっと面白いけど余計なことはい。はい、初注意を初注意を行きたいと。アポニーキャニオンの伊藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はダイアナエストークショーアットアニメイト天王寺店お越しいただきましてありがとうございます。アニメイト天王寺店何回目ですか皆さん。150回目。多すぎます。それも店員でした。常連さんですね。ありがとうございます。遠くから来たって方、あ、どっかいらっしゃったんですか。あ、岩手の盛岡です。あ、遠いですね。遠いですね。遠いですね。なんですか。もっとなんか。ちょっとね、岩手的な的なトーク。東北で言えばとか、はいはい、今遠くからありがとうございますとか。遠くからありがとうございます。イエーね、マー君とダルビッシュ活躍してて、いい感じですね。はい。え、どっからいらっしゃったんですか。はい、ブラジル。150回目の来日です。はい。今サッカーよりも野球を選んでくださったんですねとか。ブラジルから来てくださったんですから、わざ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 サッカーよりもダイヤのエース。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでですね、皆様にイベントの前に、ご注意、注意事項がありますので、皆さん聞いてください。じゃあ、僕が言ったことを繰り返していってください。繰り返して。はい、本イベントの録音録画撮影は録音撮影はご遠慮ください。ご遠慮ください。多くの方がいらっしゃいます。多くの方がいらっしゃいますので前後左右の方とは仲良く譲り合ってください。仲良く譲り合ってください。なんでこんな前説ないでしょ。全然入ってこない。なんでお客さんに強いられてるの。そんないやちょっとなんかまあ面白いけど、いやちょっと子供のやつをちょっとこうアレンジして今日の勉強をして。いや聞いたことないですよ。こんな副長。いやただね、うちら出るまでどんだけ時間かけるんですか。あったまってるかな、歌のお兄さん出るまで。いやまさか最初に笑いを取るのが軽い下ネタで。しかもちょっとうまいこと言ってる、ね、びっくりしましたけれども。まあこれはちょっといろいろですね。いや面白い。なんかこういろんなやり方があるんだっていうことをなんかね、伊藤さんに今日はなんかこう知っていただけたんじゃないですかね。でもね、はい、だからもうコール&レスポンスでもいいんですよ。セイホーほーみたいなことでもいいんですよ。なるほどなるほど。あるかなそういうの。わかんないけれども、温めるっていう意味ではね。確かに確かに。でも大事ですよね。そう、ダイヤのエースだったらね、押し押し押しとか。あ、そうですね。俺たちは誰だ。おじゃせーのって女の子に言わせるとか。いいですね。そうなんですよ。だからなんか素晴らしいですね。宣伝を担当されてる方ですよ、ね、そうですね。これからもちょっと、はい、まだ今日だけでは無理です ね、 そうですね。合宿みたいな勢いでこう、はい、合宿です、ね、はい、またある程度の期間を置いてやりましょうよ、はいはい、やらせていただきます、うん、じゃあ伊藤さん帰れ。ありがとうございました。次のイベントではこの特訓の成果が出るといいですね。うん、嫁とも帰れ。帰ろうか。はい、というわけで以上、宣伝プロデューサー伊藤の MC 猛特訓でした。でした。いやさあ、続きましては、この企画です、はい、甲子園球場とコラボ聖堂高校弁当。よ
久しぶりですよ。さあこの企画ですけども、ダイヤのエースと甲子園球場がコラボする聖堂高校弁当をどんなお弁当にしていくのか、ルームメイト皆さんからアイデアを送ってもらって決めていく企画でございます。はい、はい、久しぶりですね。あの甲子園に行った時に選手弁当っていうの売ってましたけど。売ってましたね。あれもしかしたらそういうことなんですかね。結構近いと思いますよ。選手とコラボしてるわけですからね、はいはいはい、好きなものが入ってるとかそういうのもあると思うんですけど、いよいよ販売が、ですね、最初は6月ぐらいの販売目指すと言ってたんですけども、まあまあいろいろありまして、いろいろありまして、これ伊藤さんから学んだやつ。そうですね、いろいろあるんだよ。いろいろあって、7月中旬、あれが下旬になるそうです、ね、だから、はい、そうですね、夏休み中みたいな感じになっちゃうんですけれども、はい、で宣伝伊藤さんのね、こう調査によるとですね、調査によりますと、はい、川上の唐揚げ、お丹波の黒豆、おそれから倉餅の落花生、うん、沢村のコロッケ、うん、マスコのプリンがちょっとこう製造ラインとして反応がいいと。おただまあちょっとバランスも良くしたいじゃないですか。ああまあそうですね、色合い的なものですね。今ちょっと茶色っぽくなっちゃってるの で、ね、茶色と黒が結構メイン色になってますね。そう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 、うちの母親が作る弁当みたいになっちゃう。小学校の時に赤とか緑が欲しいって言ったことある。大事ですよねやっぱね、ひじきとか黒いんだもんみたいなこと言ったことありますけどね。、うん、栄養はまあいいですけども、まあ、ちょっともう彩りとしてもね、ちょっと、うん、例えば小湊のピンクとか入れたいじゃないですか。いいですね、だから例えば僕が思いついたのは桜伝舞よりもかまぼことか、おかまぼこのピンクで、うん、その小湊兄弟を表す、かまぼこ2つ入れてあげたら、そうです、ね、兄弟でとかですね、仲良くね、最近寺島先生に聞いたところによると、倉餅の好きな食べ物はカレーとかハンバーグとかオムライスっていう、うん、ちょっとこうおこちゃまな、うん、味覚の持ち主らしいので、うん、例えばカレーハンバーグとか、あーはいはいはい、いいんじゃないかなと。おー、そういいですね、美味しそうですね。そうなんですよ、うん、で僕が思ったのは沢村はおにぎりなイメージないですか。あマネージャーが作るおにぎりをバンバン食べてるイメージがあるので、うん、というのでこうちょっとバランスも彩りも良くして作っていきたいなと、いいですね、思っておるのでございます。うんうんうん、これぜひね、うん、まだこれがもう本当最後のチャンスですから、ラストチャンス、うん、アイデア出しの、はいはいはい、なんでまあこういう今の意見も、ね、うん、含めて、はい、またちょっとこうもう一練りしていただけますか。はい、まだギリギリ間に合うみたいなのでね、はい、というわけで、はい、提案したいと思います。はい、今回、はい、そうですね、まあいくつかまだ送られてはいるんですけれども、こうちょっとやっぱり彩りとかも考えられてなかったりとかもするの で、うん、今度はその女子ならではの、あ、なるほどね、これが可愛いんじゃないの、ね、うん、とかキャラ弁みたいになってくるとちょっとそうです、ね、大量生産が難しくなってしまうんですけれども、うん、まあ、そういうところにも注意したやつで甲子園球場サイドに提案したいと思っております。ブラッシュアップして来月には甲子園球場にて聖堂高校弁当が販売される予定でございますので、はい、はい、まあ、これすぐね販売されることになったらすぐお知らせいたしますので、はい、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。以上甲子園球場とコラボ聖堂高校弁当でした。いやね、はい、実際のところ、うん、伊藤さんの特訓で、うん、今回終わりにしようと思ってたんですよ、うんうん、でうまいこといけば、うん、このまま23時になるんじゃないかなって。そしたら隣でサッカーがくるくるくる。早くやれと、例のコーナーまで行けと、行けっつって。というわけでニコ生アンケート合戦。はい、突然俺も言ったもんだからエコーが間に合わなくて、畑野くんのあーいが、あーい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 みたいな、ごめんなさい、ね、このコーナーみんな知ってますよね。ニコ生アンケート機能を使って僕と畑野くんがバトルをしていくコーナーです。もうさ、僕と畑野くんがバトルしてるイメージないんだよね。ないですね。もうルームメイトとバトルしてるイメージなんですけども。確かにね。はい、トークテーマ、はい、説明いいです。作家が説明いいからトークテーマってください。こんな扱いある。トークテーマはですね、雨に似合う作品。ほう、まあ、映画でも音楽でも、うんうんうん、まあ、本でも、あ、作品だったらいいですね。そう、今この梅雨の時期ですからね。はい、雨に似合う作品、
そうで共感を得られるかってことですね。うん、なるほど。じゃあやっていきますか。これね、先行後攻これ決めないといけないですね。いやー、これやるんだったらもうさ、そのールームメイトたちの年齢層とか聞いとけばよかった。絶対俺古いの言うもん。そうだ、今回何にもノーヒントでここまで来ちゃいましたもんね。そうだよ、絶対古いの言っちゃうかもしれないし、今ちょっとな、容疑者だから言えない歌とかあるじゃん。何を言ってんの。カフを使ってくださいだから。もうさせよ。じゃあ僕からでいいですか。はい、いいですよ。いきます。はい、お願いします。これ俺下投げでいこうかなと思って。下投げ、はい、珍しいです。おわ、9、これいけるでしょ。 90% から 99% の人が共感する雨に似合う作品。雨に似合う作品、はい。え、そんなん一択だよ俺は。一択、はい。雨に歌えばでしょ。ほう、ちょっと今著作権的なことを配慮して歌わないけれども、うん、ファーン、いやフィンフォンフォフィン。それもファイフィンフォンみたいになっちゃったけど。ファイフィンフォンみたいになっちゃった。雨に、さあどうですか。コメントにはハテナが並んでおります。マジか。さあどうでしょう。雨に歌えば知らない名作だぜ。確かに名作ですが、すみませんというコメントが流れております。さあどうでしょう。え、昭和って言うけど日本の作品じゃないもん。共感できた方は1番ですよ。共感できない方は2番でございます。ただいま集計中。 Sing in the rain で歌ってみ。え、マジでか。え、嘘。さあどうでしょうか。若い子が多いんでしょうね、とね。雨に歌えば知らない。さあ、街灯のとこでこうやって回りながら踊ったりするやつだよ。なんだったら有名ですよね。時計仕掛けのオレンジで出ました。共感できない 58.2%。 あ、そう。共感できたが 40% 台ですから大きく外してしまいました。え、あ、だってぶっちゃけクラシックじゃん。罰ゲームいきましょうって。もう作家がもう巻きです。そんなのベートーベンの運命を昭和だって言ってるのと同じじゃないか。昭和どころじゃないわあんなの。さあ今回の罰ゲーム何があるんでしょうか。出ますか。これね、年を考えようとかじゃないの。あのクラシックの話だから。ケツバット、ケツキャッチ、ケツパッチン、腕すっきり治療、カイ、キャッチャーマスクでございます。さあどれがいいでしょうか。皆さん集計をしますので送ってくださいね。1番ケツバット、2番ケツキャッチ。え、これ世代でもないと思うんだけどな。3番ケツパッチン。世代関係ないでしょ。だって雨に歌えばなんて俺の年でも古いもんね。そうですね、俺生まれる前の映画だもん。そうですね、結構なんか学校とかで見ることはありますよね。そうだから名作であって、作品ってね、そう、モーツァルトみたいなもんなんですよ。だから僕世代でもないの。だから見て。雨に歌えばはといったところ、罰ゲーム決定いたしました。キャッチャーマスクです。キャッチャーマスクはですね、パック顔面パックをして最後まで番組をお届けするという罰ゲーム。選んでって言われてもさ、わか、じゃあベストコスメ第1位のやつにする。そんないいよ伊藤さん一緒にやるなんて言わなくたって。伊藤さんいいってば。伊藤さんやる気だ。マジか。伊藤さん鏡まで持参でやる気満々じゃないですか。見えますか。これでいい。あ、すごいすごい。あ、これうわー、もうこれ終わるまでやんの。しとしとですよ。女子はこれよくやるの。じゃあ僕がつけましょうか。何そのね。今までそんなのある。しとしとですからね。伊藤さんがかなり前のめりで。やる気じゃねえかよ。いやいやいや、めっちゃやる気ですよこれ。ああ、これしとしとの、もう、これどうやって、あ、分かった分かった。これ鼻と口と、どこやってるんですか。だいぶ小さく折りたたまれてるんですよこれ。何この絵本当に。30過ぎが集まってさ。はい、シトーン。ちょ、前見えないんだけど。これこういうこと。あ、こういうことですね。
はいはいはい、足トーンとね、これねちょっとあのなんか吹かしてもらってもいい？あ、伊藤さんだいぶお休み前の感じになってますよ。いい感じですか？ちょっと待って、今さ犬神家って出たけど犬神家こそ昭和だろそれがわかるっていうのは、ね、まあまあまあいいけどこれさ、もうちょっとちゃんとつけてくれたら全然美しさない。これチェーンソーを持つやつじゃんこれもクラシック映画だよ、悪魔の生贄っていうよ伊藤さんが全然見えてない、うん、あ、大丈夫ですね。あ、伊藤さん綺麗に貼れてますね。あ、まあいいわ、うん、さあ、続いては僕ですね。ジェイソンじゃないよ、はい、あのレザーフェイスって言いますねあ、すごい鼻どうしました？鼻になんかすげえくっちゃった。鼻、ちゃんと空気を開けてくださいね。じゃあ僕こういうことだ。投げますよ。はい、投げて。ストラックアウトいいですか？じゃあ雨に似合う作品。ほっ、真ん中5番。ちょうど半分ぐらいの、半分半分ですね。 50% から 59%、 半分ぐらい共感できるような作品を言えばいい。じゃあさっきのがそのね、ちょっと若い子が多いみたいな結果だったんで。そうだよ。じゃあ決めました。はい、どうぞ。福山雅治、スコール。あー、どうですかね。僕結構好きな曲なんですけどね。わかる人いるんじゃない？あー、でもどうかな。あれ、え、ハテナが出てる。私そこまでです。いや、いい曲で、名バラードですよ。はあ、じゃあどうぞ。いやー、嘘マジっすか。はい、じゃあ罰ゲームを選んでもらいましょう。マジっすか。だからさ、ちょっとさ、私だからさマジっすか。お、じゃあ俺もさ、レイニングはずなのに、あっちやればよかった。 あっちもありか。そうですね、まだそうか。あー、そうか、いや本当にあれ昭和でもなんでもないのにな。そうです。だからすごい好きなのに。どれがいいですか？どうぞ投票してください。あ、やばい、何ネクストバッターサークル、何気になる。はい、あ、キャッチャーマスク2もある。何それ、2やめよ、2はやめよ、なんか嫌な予感しかしないから。ネクストバッターさん、えらいこっちゃ、ね、これあのキャッチャーマスク3人になってしまうとよく分かんない番組になってしまいますからねなんか深夜のなんか通販番組みたいになっちゃうからね。え、ネクストバッターさん、あ、なるほど。何やるんですか？これで、はい、ぐるぐるバットだそうです。こういうやつね。なんていうのこれ？なんていうの？もうあれバットですよ。僕あのお送りできないですよ多分。三半規管の方はどうなんですか？激弱です。はい、いきますよ。ぐるぐる回った後ケツキャッチ？おい、あいつ鬼か。作家さん急いでいる割には結構持ってきますねさっきまで巻いてって言ってたのに。じゃあなんで僕への罰ゲームの時だけそんな、え、伊藤さんだからいいって、一緒にやろうとしなくても伊藤さんもじゃあこれでやりましょう。いきますよ。はい、10回、せーの、どうぞ後ろ気をつけてね。1、なんかいろいろ高い機材とかあ、もうすでに来てるもん、もうすでに来てるもん。パンツがいい。もうダメだ、もう来てる、もう来てる。え、もういいの、もういいの。はい、それ立てる。立てるわけないじゃないですか。立てるわけないじゃないですか。立てるわけないじゃないですか。立てないですよ、立てないですよ。こんな立てるわけないですよ。なんかブレイクダンスみたいになっちゃってる。皆さん、完全に生まれたての
聞いてる番組先ほど大変お見苦しいものが映ってしまったことをお詫び申し上げます、くるくる回っている最中ずっと伊藤さんの、黒いパンツが見えておりました。大変申し訳ございません。あ、すごい、もうダメだ、もうダメだ。はい、というわけでね、お送りしてきました。俺すごい油でギトギトの人みたいになっちゃってる。さっきお弁当食べたばっかりだからね。ちょっとプリン食べて落ち着こう。もう一度言いますが、プロの指導を受けてやっております。皆さん大変危険ですので真似はしないようによろしくお願いいたします。パックは大丈夫です。はい、というわけで、はい、どこまで行ったか分からなくなっちゃったよ。以上、ニコ生アンケート合戦でした。それはい、お届けしてきました。精神ではようこそ、なまってこうぜ。そろそろ消灯のお時間です。そりゃそうだよ、パックなんて寝る前にするもんでしょこれ。めっちゃテカテカじゃねえか。テカテカになってますね。このまま写真撮んの。まあいいや。アニメ情報です。テレビアニメダイアナエースが毎週日曜日テレビ東京ネット局他にて放送中です。はい、そしてアニメの DVD が6巻まで好評レンタル中です。詳細はダイアナエーススペシャルサイトをチェックしてください。パックの方はなんかどっか薬局で買ってください。はい、そしてダイアナエースのセル DVD 第1巻第2巻が発売中でございます。4話入りの3800円プラス税となっております。よろしくお願いいたします。はい、そしてセル DVD ですがオリジナル特典も豪華です。アニメとオリジナル特典では1巻から5巻を購入してくださった特典として、大阪くん、そして浅沼慎太郎、そして畑野渡くん、はい、同質トリオによる座談会 CD がもらえます。ゲットしてゲットして、いろいろ喋りましたね。はい、はい、さらにポニーキャニオンの通販サイトキャニメ .jp では1巻から6巻の購入特典として、4月に開催したイベントダイヤのエースオールスターゲームの DVD 編集版がついてきますのでチェックよろしくお願いします。これね、そう、今日は散々伊藤さんのこといじりましたけど、俺はここね、みんな伊藤さんを褒めてください、実際あのイベントって、映像で出るという予定はなかったんですよ。あ、そうなんですよ。それをいろいろね、伊藤さんがいろんなところに頭を下げ、いろんな人の前で、パンツを出し、いやそれ変な誤解を与えますから、はい、ね、やめてください。はい、女房にもう帰ってこなくてよろしいみたいなことも言われたんでしょうよ。本当ですか。ね、そんな中、じゃあ特典だったらいいでしょうみたいなことを取り付けてくださったのはすべて伊藤さんです。だからね、あのイベントの時にね、残念ながら当日来られなかったという方も、はい、この編集版を見るとどんな内容だったかっていうのが分かると。はい、お、すごいじゃないですか、みんなありがとう、ね、ありがとうっつって、まあ、伊藤さんとね、それから伊藤さんに、ユニフォームなんて着なくていいよっつったATX のプロデューサー、はい、このお二人が力を合わせて、よし、みんなにも見てもらおうじゃないかという、だから編集版だとしても、面白いものに仕上がってるはずですので、はい、ぜひ、ね、1巻から6巻を購入して、特典でゲットしてください。お願いします。続きましては音楽情報です。音楽情報。はい、ダイヤのエース、オープニングテーマ、パーフェクトヒーロー、エンディングテーマ、未来へつなげの CD が発売中です。はい、そして7月からの新エンディングテーマ、青道高校野球部、沢村英順 CV、大阪亮太、古谷悟 CV 島崎信長、小湊春一 CV 花江夏樹が歌うクラウド9が8月12日にリリースとなります。はい、チェックぜひよろしくお願いいたします。はい、9月7日にはリリースイベントもございますので詳細は公式サイトをご覧ください。なるほど、9月7日のリリースイベントのために歌のお兄さんって呼んだんですね。その練習で、あーじゃねえよ、なんだよ。何があーだよ。なるほどね。じゃあその時のリリースイベントにもしこう来られる方は、
びっくりするほど成長した伊藤さんが見られるということです。いや間違いないと思います、はい、もうその時はユニフォーム着てる可能性あります、ね、おお昇格してそうですよ、ね、紅白帽じゃなくちゃんと S のね、うん、この青銅のキャップをかぶってる可能性ありますから皆さんそこもお楽しみにそうですねはい、はい、そして、ラジオ情報です、ダイヤのエースネット甲子園が毎週火曜日にインターネットラジオステーション温泉さん響きラジオステーションさんにて配信中でございます、はい、そしてラジオ CD 第2巻が、明日6月25日に発売となりますチェックよろしくお願いいたします、はい、そして原作情報です、ダイヤのエースのコミックスが41巻まで好評発売中です、はい桜井さんも夢中になって読んでおります、はいそして最新刊ダイヤのエース第42巻そして公式ガイドブック裏がですね7月17日に同時発売です、はい、イエーイ待っておりましたお楽しみにはい、はいそれからね、うん、6月28日の DVD リリースイベント、はいまあ、この間大阪でやったのの関東版ですね2年生が勢揃いするという、うんはいみゆき、倉持、うんそれから、しらす、うん川上、うん、ゾノおタジモンですねタジモンうちのタジリをよろしくお願いいたしますこの間の大阪君にあのタジリさんなんか近いんですって事務所を代表して謝ってましたけれども、ね、衝撃のねあのお話を聞いてしまいました、はいはいそのリリースイベントで、うん、物販もあるそうですお物販は朝11時から15時まで行うそうなので当選されなかった方も参加可能ということで、うん、おなるほど譲り合って、ねね事故とかあっちゃうとねまたこういうことができなくなってしまう可能性もありますの です、ね、皆さん仲良く、参加していただきたいなと思います、はい、さらに抽選で出演キャストのサイン色紙がもらえるおえ展示物やみゆきや倉持の等身大スタンドなどがあるへえ。ああ、なるほど。あの、ポップってことですね。はいはいはい。ははは。大きな等身大の。あ、いいじゃないですか。あるそうですよ。うん。ぜひね、皆さんよろしくお願いいたしますね。うん、さらにですね、今回も、新作のカプセルシリーズ。なんと今回は、青銅高校レジェンドシリーズ&ライバル校のシリーズです。なるほど。どうぞ回してみてください。あ、もういいですか？どうぞ。あ、逆ね。逆ですよ。はいはい出ましたねはいはい出ましたねあ2個出ちゃった、はい、2個出ちゃったじゃあ1個もらいましょうはい、はい何が出ましたでしょうか、はい、開けてみましょうあ俺青銅だあわすごい何ですか監督片岡鉄心が出ましたよお僕すごいっすよレジェンドシリーズですよ青銅で2番だからみゆきかと思いきや、うん、クリスですおおレジェンドレジェンドですよすごいなるほど、ラインナップはいい、監督それから東さんおお東さ ん, 東さん、クリス、鳴宮めはい稲実から、原田、うん陽春心おお秋川それからライチはい薬師真田おおこれはすごいライバル校のメンバーとレジェンドがレジェンドがあるということで、ね、ぜひ手に入れてください、ね、やっていただきたいと思いますはい、このニコ生ではですね皆さんからのメールをお待ちしています、はい場合によっては読めないことも結構ありますすいません本当申し訳ございません申し訳ありません本当に申し訳ございません毎回グダ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 しております、メールはですね次回の番組ページのお便り受付フォームから送ることができます、はい読めなくても僕僕らちゃんと読んでおりますはい、はいブラスバンド部の募集もまだまだお待ちしているそうなのでぜひ投稿してくださいお願いいたします、はい、さあ、次回の生って講座ですが、うん、8月5日22時からとなりますはい、はい、さあ次回の生って講座ですが、うん7月はお休みなんでございますなんで、はい、あのその代わりといってはなんですが、うん8月5日火曜日22時に黙ってこうぜのスペシャル番組をお届けいたします、うん、え朝までいやいや違いますそんなにやんないでしょ朝まで黙ってこうぜててーみたいなててーじゃない囲んじゃうやつじゃないですでも本当にあの豪華ゲスト陣登場予定でございますんで待って何ですかポニーキャニオンの方いっぱいとかじゃないよね豪華だけど豪華ですけど、うん、いやあの出演者陣に声かけてると思いますんで
ぜひこれ皆さん楽しみに待っていていただきたいなと思います。7月はお休みだけど8月にでっかいの打ち上げるよということですね。そうなんです。あの、はい、去年の12月のねクリスマスパーティーを彷彿とさせるような特番になると思いますので。あ、そういうこと。そういうことでございます。じゃあもしかしてゲストあの巨人くん。あの気持ち悪い、来てくれんのかな、わかんないですけどね。あ、そうですか、うん、まだわかんないですけどね。ぜひあの情報をお楽しみにということで。はい、あ、疲れた。お願いします。まあ、そろそろ謹慎も解ける頃でございましょう。あいつ。わかんないですけどね。あいつおっかねえな。おっかないですよ。特番嵐ですから彼は。だから今日さ、俺かっつかないけどギリギリなこと言ったじゃん。はい、ちょ風刺を切るみたいな。そうですね。あいつギリアウトなこと言う。そこはもう我々の株さばきが。あ、そうだ。そうなんです。じゃあ伊藤さんは MC を練習していただいて、俺らはもうカフさばきもう DJ バリのDJ バリもやんなくちゃいけないわけね。そういうことなんです。はい、わかりました。というわけで、ま、もう大阪にもまた行きたいですね。そうですね。あの皆さんすごく温かくあの迎えてくださって、あのまた来てください、また来てくださいっつって。あ、そうですね、言ってくださって。あの京都だ、うん、ね、奈良だ、和歌山だ、いろんなところからも集まってくださったんで、ね、また関西に行って、またゆっくりね、串カツ、今回串カツ食べれなかったでしょ。食べれなかったんですよね。あったかですね、うん、また食べに行きたいです、うん。まあ、他の地域にもね、行きたいなと思ってますので、うん、皆さんの応援が必要です。皆さんの応援が必要です。あれ、手の形違いない。、はい、というわけで、本日はここまで。それではまたお会いしましょう。お相手は倉持陽一役の浅沼慎太郎とマスコトオリ役の畑野渡でした。あとポニーキャニオン宣伝の伊藤です。さあ。ちょっと遠目になってた。死んじゃったみたいじゃんか。ちょっと遠目。頑張って。